姿を変えて暮らしを支える美と健康の原石コラーゲンペプチドの力入門編。コラーゲンは美容や健康にいいと耳にしたことありますよね。ではその理由はご存知ですか？昔から民間伝承としてその効果が伝えられてきたコラーゲンですが、近年研究が進み、さまざまな生理活性機能が明らかになってきているのです。こんにちは、ニッタゼラチンの小泉です。今日は私がコラーゲンについて詳しくご説明いたします。まずコラーゲンとは複数のアミノ酸で構成されているタンパク質です。人の体は約 20% がタンパク質でできており、その中で約 30% をコラーゲンが占めています。つまり人に 6% のコラーゲンが存在しており、 65kg の人だと 4kg 程度のコラーゲンがあるということになります。コラーゲンは体の中で細胞同士を結びつける、支える、外との境界線を作るという役割を果たしています。しかし年齢とともに減り、その質も劣化します。これによりお肌の張りや関節のスムーズな動きなど様々なところに影響を及ぼすのです。一般的にコラーゲンは1日 5g から 10g を摂ることが推奨されています。しかし例えばコラーゲンを多く含む鶏の手羽先から1日 5g のコラーゲンを摂取するためには約15本も食べなければなりません。また食べ物で摂取したコラーゲンは体内でコラーゲンになるわけではなく、アミノ酸とコラーゲンペプチドという形で小腸で吸収され、血流に乗って体全体に送り届けられます。アミノ酸はコラーゲンの元として有効に働きます。一方コラーゲンペプチドはアミノ酸とは別の働きをすることが近年分かってきました。コラーゲンは分子の大きさや形によって呼び方が異なります。分子量の大きい順にコラーゲン、ゼラチン、コラーゲンペプチドと言います。ペプチドとはアミノ酸が複数連なったもののことで、分子がとても小さく、分子の大きいコラーゲンやゼラチンよりも消化吸収されやすいのが特徴です。意外と知られていませんが、一般的にコラーゲンという名前で売られている健康食品は実はコラーゲンペプチドなんです。つまり食事から摂るコラーゲンは分子が大きいため体内で分解しなければならず、その日の体調によって個人差も出てしまいます。しかしコラーゲンペプチドなら体調に左右されることなく、より効率よく有効成分を摂取できるのです。ニッタゼラチンはこのコラーゲンペプチドの中でも特に優れた機能性を発揮する2つの次ペプチド PO と OG にいち早く着目し開発研究してきました。アミノ酸がコラーゲンの原料になるのに対して、コラーゲンペプチドはこの PO と OG が血流に乗って体の各部位に運ばれることで、肌、関節、骨などの様々な細胞に直接働きかけ活性化させることが分かってきたのです。コラーゲンの優れた効果を得るためには毎日継続して摂取することが重要です。粉末タイプのコラーゲンペプチドならスプーン1杯で1日に必要とされる量が摂取できます。溶けやすいのでお味噌汁やヨーグルト、コーヒーに入れるなど日常生活に簡単に取り入れることができます。また最近ではパウダーやドリンクだけでなく、さまざまな美容食品や化粧品、健康食品にもコラーゲンペプチドが使われています。自分の生活パターンに合わせていろいろな形態で毎日摂ることをおすすめいたします。美肌を目指す人にも、年齢を重ねてもアクティブでいたい人にも嬉しい働きが期待できるコラーゲンペプチド、毎日の生活に賢く上手に取り入れてみませんか？暮らしを、未来を変えていく。ニッタゼラチン。